マンションの敷地内でタバコを吸っていた中学生たちを注意した住民が逆に盗み取りされたとして警察に通報される事態が発生した。釜山北部警察署などによると、17日の午後7時30分頃、釜山北区のあるマンションの敷地内でおじさんが私を撮影しているという学生からの通報が入った。事件当時、町内の住民たちは喫煙していた学生たちにタバコを吸うなと注意したが、中学生たちはこの話を聞き入れなかった。これに対しマンションの住民たちは、中学生たちが喫煙しているところを携帯電話で撮影しようとし、これに反発した中学生たちは盗み取りしていると警察に通報した。警察の関係者はマンションの敷地中で中学生とみられる青少年がタバコを吸うのを、通り過ぎる住民が見て指導を行い、中学生たちがこれに抵抗したものと把握していると述べた。現場では暴行などの物理的衝突はなく、その後住民たちが撮影した写真を削除すると、中学生たちは携帯電話のメールを通して通報を取り消した。当時現場にいた住民の A さんはオンラインコミュニティで状況を伝え、学校の名前を言えと言ったらなんとか中学校、と悪態をついた。指導する間、片足をついて唾をついたと書き込んだ。また、中学生たちは車椅子に乗った高齢者の前でも喫煙し、住民が注意しに行くとまた隣の棟のベンチに移動してタバコを吸っていたと打ち明けた。警察によると、以前にも同じマンションの敷地内でタバコを吸っている学生がいると通報が寄せられたことがあるという。今回喫煙していた中学生が以前と同じ学生なのかは把握されておらず、現場に出動した警察は中学生たちが所持していたライターを捨てさせ帰宅させた。